に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。水月です。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、はい、さあ水月さん、なんや、今日からですねこれ新シリーズ、ちょっと新シリーズ始めてきます。何ですか？海外から、西洋から、どっち、西洋、欧米、欧米からやってきた日本に伝わった食べ物の話、料理の話。中華は違うってことね。中華はちょっと避けます、はい、アジアはなくて西洋料理、西洋料理と日本というテーマで、日本との関係していきます、はあ、でやっぱ食べ物の話って無難なんですってどういうこと？僕ね、昔働いてた会社で教えてもらったのは、ほらやっぱ職場っていろんな人間がいてさ、好きとか嫌いとかさ、あいつムカつくとかさ、生意気とか、こう派閥になったりパワハラになったりとかさ、うん、あるじゃない。私もいっぱいパワハラも受けたことあるし、はい、もうね、ひどい上司の時はね、ケリーさん生意気だから お前なんかケリーさんシティ歩けなくしてやるからなって言われたこともあります。ケリーさんシティなのにケリーさんが歩けない。そう。じゃあお前ケリーさんシティじゃないの、うん、うん。お前何様やねんって。まあだから、まあそういうね、まあ脅し文句みたいなことを言う人もね、なんかいたりするんだけど。まあ世の中にはね、一定数やばい人ってのはいますからね。で、まあそういう人たちともね、いろんな人が職場にはいます。うん、で、みんなと仲良くうまくやっていくには、うん、食べ物の話が一番って。いやまあそれ、うん、社会一般の話ってことですか？そうですそうです。あ、そのこういう番組のその興行上の問題ではなくて、違います。なんなんや、処世術ですね。知らんがな。ならもうそのほらケリーさんデパートで今度北海道物産展やるよね、あそこのケーキ美味しいよねとかさ、あちょっと私買ってくるから買ってきてあげるわとかさ、今度あそこ旅行行くんですか、あそこのもしよかったらあれ美味しいよとかっていうのが一番平和と教えられました、まあね、好きなラーメン屋とか行っときゃ、うん、まあ、なんとなく会話できますわな、へーって美味しく、うん、別に興味なくてもへーとか、あそうなんだって言っとけばいいじゃない、うん何なんそれ。だ食べ物の話って無難なんですよ、うん、なのでおもれきでもですね、うこういう食べ物の話をしていこうと思って。どういうことやそれは、うん、なんな守りに入ってな。いやいや攻めじゃないのか。少ないネタでも盛り上がるってことですねポッドキャスト番組的にですねそうだ、他はそんなことされてる？他の番組で知らないけど、でも食べ物の話するよ。もっぱら食べ物の話をしてるポッドキャストなんていうのあるんですか？ありますよ。あ、そうですか。はい、ケリーさん好きな昔から聞いてる食べ物の話しかしないポッドキャスターのラジオ食堂さんってありまして、それはどういう感じなわけ？食べ物のニュース引っ張り、ニュースに、まあ主にニュースとか旅先で食べたものとか、だ例えばマクドナルドでこんな新商品出て食べてみたけどさとか、なんだっけ、ステーキ屋、やっぱりステーキ、いきなりステーキってさ、ああ、なんかこういう風にやるって言ってたりするけど株価見てごらんよとかさ、そういう話とか、なかなかとも、うちらは一応メインは歴史をもとにね喋、うん、りますけど、ラジオ食堂さんはともかく食べ物がテーマでね喋っていくとかね、はい、やったりねしていますよ。いろんなのあるんです、うん、で、うん、おもれきではね、ちょっとこれ不定期シリーズでね、洋食、はい、で今までのあの鉄道消化的な感じですね。そうですね、いつ配信するか分かんないよ、よく分かんないけど、はい、みたいな、たまに配信するっていうのをね、はい、してまいります。で第1回目の今回はですね、はい、南蛮料理、南蛮料理、はい、まあ、スペイン、ポルトガルの料理の話ですよね、うん、はい、で参考にしますのはですね、ほう、日本の洋食、ほう、はい、
佐伯由里子さんがお書きになって、ミネルヴァ書房、青木由里子さんですか、あごめんなさい、青木ですね、はい、青木由里子さんがお書きになって、はい、ミネルヴァ書房から出ています。ミネルヴァ、このミネルヴァ書房というのはケリーさんいつもお世話になっている出版社の一つで、どういう、え結構ね福祉系の本よく出してるんですよ。京都の会社ですよね確か。あそう、うん、あ本当だ、はい、あそうなんですね、関西もね、うん、まあ、京都の結構ね、うん、あの大学の時とかもミネルヴァ書房の本買わされましたので、まあ、大学のテキストとかで、うんうんうん、まあ、ちょいちょい出されますな、ね、ミネルヴァってね、うん、山科の方にあるんだね、はい、うん、ちょっとこの本をね、ちょっとねこのちょっと歴史系の本ミネルヴァから出てるのちょっと面白そうなの結構あってさ、マンホールとかさ、トイレとかさ、ケリーさん、あおちゃん、みなずきさんが好きそうなネタ持ってるよこれ。あ本当、うん、うん、ちょっと、うん、まあ、ちょっと今回洋食ということで、はい、まあね、ゆっくりやっていきましょう。で今回は、南蛮料理です。南蛮料理、はい、どういうこと、まず日本に初めて西洋料理、まあ、ヨーロッパの料理がやって伝えたのがポルトガル人とスペイン人です。うんうん、でそうなの、そうなんです、うん、で種子島に中世の時代ね、種子島にポルトガル人が漂着した1543年に、うん、からこうあと江戸幕府になる頃、うん、ポルトガル人とねいろいろ関係があったでしょ。でこうそのうちね、17世紀前半、うん、島原の乱の後ぐらいにはもう頃にはね、うん、こうヨーロッパとの関係もスペインポルトガルとの関係も絶縁してきますよね、うん、つまりこうポルトガル人があの種子島にやってきたのが1543年、うん、で絶縁したのが1639年鎖国ってやつですな、うん、約100年間、うん、こうポルトガルやスペインの宣教師や商人が九州を中心に西洋料理を伝えてたわけですよ。これが日本の最初の西洋料理という位置づけです。奈良時代にはローマ人は日本に来てたという説もありますけど、ででまあまあちょっと定着するのは南蛮料理じゃないですかね、ある程度ね広く普及したということね、うんうん、はい、でこの南蛮料理、今に残る南蛮料理をね見ていきます。はいはい、まず最初の南蛮料理です。はい。南蛮漬け。南蛮漬けそのまんまやね。うん。うん、これはですね、はい、地中海料理のエスカベッシュっていう料理が元になっているそうです。へえ、そうなの。うん。で、うん、起源はこのエスカベッシュはね、うん、1502年に、うん、バルセロナで発売されたカタルーニャ語の料理本で初めて紹介されてるんですけども、元は6世紀、うん、ペルシャにあったシクバージという料理だそうです、うん、シクバージは牛肉や羊の肉を煮込み酢漬けにする料理で、うん、まあ保存食としてね、重宝されていた料理だそうです。で、うん、これが、まあ、ペルシャからアラブ、うん、アラブからエジプトを経由して、スペインにたどり着いて、エスカベッシュになったそうです。で、このエスカベッシュっていう料理は、揚げたり、茹でたりした魚や肉を、玉ねぎなどの野菜を加えた酢や、柑橘系の果物の汁につけた料理です。うん、南蛮漬けじゃんね。南蛮漬けの話してるんでしょ。で、ね、うん、でこのエスカベッシュっていう料理は、スペインの植民地だったメキシコ、フィリピン、うん、ジャマイカなどにも伝わっているそうです。うん、はい。南蛮漬け好きよ。本当に？あ、僕よく食べる。うん、へえ、家ですんの。あ、お惣菜屋で、魚、スーパーの魚屋とかでさ、うん、売ってたりしない？のありますね。魚屋が作った。
こうね、玉ねぎだ、人参だと、ちょっとこう甘酢に、ね、そうそうそう、あれ好きだよ。あ、そうですか。うん。うん、でね、今のスペインやポルトガルのエスカベッシュは、うん、ベイリーフで香り付けした白ワインとワインビネガー、うん、砂糖のマリネ液に揚げた魚を漬け込んでいるそうです。うん、で、日本の南蛮漬けは、うん、米酢、うん、薄口醤油、みりん、砂糖、日本酒、うん、和風だしの漬け汁を使うそうです。あ、家で作ったことないんで。まあ、小魚はしないから、ちょっとまあ、かしわとかでね、こう甘酢につけたりとかね。あ、するね、するね。胸肉買ってきて、ちょっとこういう感じに甘辛く、うん、あの酸っぱい感じのね。うん、一応ね、南蛮漬けね、うん、エスカベッシュはスペイン、ポルトガルではイワシやサバを使うことが多いそうです。あ、で、日本は小味、小味がね、味だよね、一般的だよね、豆味、小味。うち、ワカサギの南蛮漬けとか食べる。ああ、まあ、魚はね、大体小魚はまあよくそれありますね。うん、ね、なるよね。だから、うちの近くにある大型のジャスコ。大型のジャスコ、うん、なんで大型っていう。だって、なんか、イオンモールだから。ああ、そうですか、うん。ジャスコ、ジャスコ、はい。でかい町だっていうのを言いたいわけね。まあ、ケリーサンシティですからね。うん、そこはワカサギだったね。でも時期によるけどね。あ、まあ、ワカサギの方がね、やっぱ骨が柔らこいっていうかね、うん、あの食べやすいよね、うん。味はやっぱりちょっとどうしても。小味でかくない、うんね、サイズが大きくなると必然的に骨がね、硬、うん、くなるし。で、そうこうしているうちに日本にね、唐辛子が入ってきます。で、日本の南蛮漬けで唐辛子、まあ、ピリッと大体、ね、してるね。大体、ね、あれじゃ物足りないから、ケリーさんさらに振りかけて食べてますけど。追い南蛮。うん。うん、おいから。追いから。よし、唐辛子。で、エスカベッシュの方は入れたり入れなかったりってしてるそうですね。今年ケリーさん、緑を愛するケリーさんは、うん、唐辛子育ててみようと思って。唐辛子っていうのはどういうこと？辛いやつってこと？辛いやつ。いや、シシトウとかではなくて、うん、赤くなるって、ハバネロと韓国唐辛子っていう苗を青い長いやつ、ね、うん、買ったつもりが、ベトナムの唐辛子っていうのを、ベトナム、うん、別の唐辛子っていうのでなんか買って育つかな。去年はほらマリーゴールド全滅したんで、あ、メスラ、ね、緑を愛してるけど緑には愛されてないんだよね。はいはい、ちょっと盆栽も挑戦して買ってみたんだけど、半枯れ状態です。 あかんや。ほとんど4分の3ぐらい木枯れてて、復活できるかな。でそういう状況にそもそもならないんで、水不足なのかな、あれね、水のやりすぎなのかな、ね、あれもね、木もね、ちゃんとね、水多すぎか足りないかちゃんと言えばいいのにね、自分で、うん、なんか色で示すとかさ。そこまでいくかな、失敗かんな。ほんと1回失敗して3回ぐらい失敗しないと成功しないね。もうなんかやっぱり超気悪い気なんだよ、うん、やっぱね、うん、多肉植物がいい。あんた田舎なんだから、なんか田んぼの畑の一つでも借りなさいよ。ケリーサンシティに田んぼはありません。そうでしょ、ないよ。何田んぼって。あ、知らないんだ。わかんない。はで、この南蛮漬けが日本で昭和時代に進化して、うん、チキン南蛮が生まれます。ああ、まあそうか。タレが甘酢か。そうね。宮崎県延岡にあった洋食店のまかない料理から誕生したそうです。延岡なんだって。宮崎じゃないんだ。うん、高千穂に行くとこだよね、延岡ってね。まあそうですけど。うん、で、アジの南蛮漬けと同じ甘酢を使ったことから、このチキン南蛮って名前になったそうで、はいはいはい、それに、チキン南蛮って、これにタルタルソースかかってる。あ、それは宮崎の店なんだ。うん、あ、
宮崎のレストランがこのチキン南蛮にタルタルソースかけたの、鶏を甘酢で絡めるっていうのは延岡の店で、うんうん、それにタルタルが宮崎、はい、へえそうなんや。あの過去にやったねおもれき名古屋集会では過去に、はい、やりましたね、おもれき名古屋集会で ね開催場所になったとこもある、あそこあの居酒屋さんだったんですけど、あのチキン南蛮一つ売りで、あそうなんですか、うん、出てました、出てたよ、あ本当に、なのにみんないっぱい残しててさ、あもったいないこれ持ち帰りたいとか思ってる余裕もなく終わっちゃった、折りに詰めてもらって終わっちゃいましたけど、もうちょっと今もうコロナになってからね値上げしちゃってもうちょっとあの店、うん、たっぷり食べられなくて、もう言ってない、品数は減るわ値段も高くなるわでさ、あで、まあ、大変だった時期ね、まあまあまあね、うん、本当にお客さんいなかったけどね、はい、これね南蛮料理の第一選手です何、うん、ていう名前でしょ、うん、続いてですね天ぷら、天ぷらこれも南蛮、ルーツは南蛮で、うん、ですね、で天ぷらのね、うん、語源はポルトガル語で調味料という言葉、調味料を意味する、うん、テンペロ、テンペロじゃないかとかいう説があります。でそのヨーロッパの天ぷら、うん、フリットとか、ポルトガル語ではフリット、うん、英語ではフリッターって衣のねちょっとこう、うん、ほわっとしたやつですな、言いますね、うん、でサイゼリアにエビのあれポップコーンシュリンプだっけ、フリッターじゃない、あ小エビのやつあるな、うんうん、ね、あらかあの、まあ、いわゆるフリットフリッターは、うん、あらかじめ衣に味をつけてから、うん、具材を油でふわっと揚げる料理ですね、うん、でこれねフリットに長崎では長崎天ぷらって言ったりもします、うん、あのヨーロッパのこの天ぷらみたいなのって、うん、日本の天ぷらって天かすがいっぱいついてるみたいなさ、だってあの意外がいやいやいやぐちゃぐちゃってしてるじゃない、あっちのやつはこうなんていうのシュッてしてるね、そうそうそう、中華料理のあの小エビの天ぷらの感じですよね、ああ、うん、そう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 、ちょっとこうほわっとしたエビチリみたいなこういうのになってるのあるよね、うん、あのなだらかなね皮膚をしている生地で、そう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 、あそうアメリカンドッグみたいだよね見た目ね食感違うけどね、なんか日本の天ぷらってサクってしてる感じ、うん、なんかパンっぽいね、うん、ふわっとふわってしてて、衣もちょっとしっかり厚みで、うん、なんかサクってしてるのかなと期待してかじるとふわってしてて、うん、にゃんってなんか思っちゃうものですねにゃんとは思わないです、はい、ちなみに、うん、衣のある天ぷらね、今言ってたんですね、天ぷら、うん、料理自体は、うん、奈良平安時代からすでにあったそうです、あそうですか、うん、へー、でまあスペイン、ポルトガル、スペイン経由できたフリット、うん、長崎天ぷらっていうのは、うん、まあ、フリッターの方がファッてした感じのね、やつだそうですよ。うんうん、で、あの、僕ね、うん、あの、天ぷらっていうと、うん、さつま揚げとか、はいはいはい、あれを天ぷらって田舎では言ってたのよ。あで九州とかかな、うん、でこのその普通のあの天丼の天ぷらも天ぷらって言ってて、あだけどそのと田舎から都会に出てきてスーパーとかで見てる天そのさつま揚げみたいな魚のすり身か、うん、すり身を揚げたやつね、っていうの天ぷらっていう商品はなくって、あそのさつま揚げとかさ、そうですね、はんぺんっていうか、そう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 、なんつうんですかね、平手のみなずきタウンはなんて言ってる、どっちをそのすり身をさつま揚げを、さつま揚げは、うん、なんとか天っていうね、生姜が入ってたら生姜天とか、じゃこ天とか、ごぼうやったらごぼう天とかね、大来なやつは平天とかって言って、ね、あ僕たち全部それ総称して天ぷらって言ってた、それは言わないね、あそうなんですね、うん、でこの魚のすり身で揚げたのも天ぷらって言うんです、うん、で多
ポルトガル人が伝えた天ぷらは、本当はフリットじゃなくて、このすり身を揚げたものじゃないかって考えられています。うん、まあ、確かに九州の方で言う気がするな、天ぷらっていうと、あのすり身の。で、このすり身を揚げた天ぷらね、うん、まあ、さつま揚げとかが代表的な呼び名かなと思いますが、これはね、ポルトガルでは、パタニスカス。パタニスカス。パタニスカスという料理で、うん、ほぐした料理とみじん切りの玉、ほぐした魚とみじん切りの玉ねぎ、パセリ、玉ねぎとパセリを卵入りの小麦粉の衣をつけて揚げた料理で、かき揚げみたいな感じだそうです。またちょっと伝わるね、すり身とも違う感じだね、というようなのがね、天ぷら、天ぷら、天ぷらも、まあこれが本格的に日本で食べられるようになったのは南蛮料理から。まあまあ、でも衣をつけて油で揚げるっていう料理はでも平安時代からあったんで、でもそんなに普及はしてなかったじゃない。でも天ぷら食べすぎて徳川家康死ぬんでしょ。まあ、まあ、あれはまさに今ね、その南蛮貿易してた頃だからそうでしょうけど、ね、油で揚げるっていうその調理自体はまああったわけです、ね、まあ、その海大航海ルートからでも大陸ルートからでも天ぷらっていうのは要はあったってことなんだろうね。ねえ、シルクロードからも来たんだよね。どこが発祥かまではちょっとわからないですけどね。はい、続いて南蛮料理、はい、かしわ飯。かしわ飯、はい、炊き込みご飯ってこと。はいはいはい。ほう、あっちのポルトガルやスペインじゃね、アロスデフランゴっていう料理、細かいな、これがかしわ飯になったんじゃないかということで、アロスデフランゴっていう料理は、細かく切った鶏肉を、人参、玉ねぎ、ソーセージをバターで炒め、塩味をつけて白ワインを加えた液でご飯を炊く料理だそうです。炊き込みご飯ですね。で、あの柏飯、福岡が有名、僕トスで柏飯の弁当買ったことありますけど、オリオとか、まあ、トスなんか有名ですね、はい。これは細かく切った鶏肉に人参、ささがきごぼう、はい、椎茸、うん、でごま油をこれ炒めて、日本酒、醤油、みりんを加えた液で加えて煮詰める、で米を加えて炊く料理で、まあこのアロスデフランゴがルーツじゃないかっていう説があります。ほんまかいな。説があります。あ、そうですか。このかしわ飯、炊き込みご飯、うん、水月さんとかなんて言うの。ケリさん、ケリさん地方は味ご飯、ああ醤油ご飯とかね、醤油五目飯とかね。あ、五目飯ね、うん、松山とかでも醤油ご飯って言うでしょ。知らない。言うじゃん。あ、そうなんですか、うん、うちらね、柏じゃなくね、ケリさん田舎は漁師町なんで、あ、海のか、魚だったんですよ。あ、そうですか。魚ご飯だったんですよ。どういう、ほぐした身を入れるの、うん、一匹ドーン、鯛飯みたいな感じ。あ、そうそう、あ、ほぐした魚を入ってましたね、うん、うちらこんな事前に炒めたりしないんですけどね。あ、しない。一緒に炊くよね。一緒にも鶏肉と野菜入れて、うん、だいたい今スーパーで炊き込みご飯のもと買ってきて。あ、マジで。うん、あのタコ飯の素とか売っててさ、あ、うん、アサリご飯とか、鶏釜飯とかありますな、うんうんうん、それしてる、うんうん、前あげたじゃんね、鶏飯の素みたいな、あの神社のやつですね、うん、いただいたね、うん、はい。続いてね、長崎料理で有名なしっぽく料理。はい、これはですね、西洋料理と中国料理が日本化した長崎のおもてなし料理です、うん、で、しっぽくのしっていう字は、あの卓球のタックですね、うん、これ丸いテーブルってことを表します、はい、しっぽくのぽくは衣辺に伏見の伏し、伏せるっていうですね、うん、これテーブルクロスを意味してるそうです。はい、
テーブルクロスと丸いテーブルですね。でこのしっぽく料理に出てくるメニューの一つにパスティっていうのがあります。パスティ、パスティ、うん、スープ入りの鶏肉、銀杏、もやし、山芋などの具を煮てゆで卵を加えて深めの皿に入れてパイ生地を網の目にかぶせてオーブンで焼きます。ポルトガルやオランダの料理に中国料理が、混ざったようなものです。もう洋中折衷の料理みたい。洋中、うん、でこれ南蛮料理書っていう鎖国時代のね本によるとパステイラの名前で登場しています、うん、でこのパスティのルーツはスペインのアンダルシア発祥でモロッコでも食べられているパスティラが語源だそうです、うん、パスティラは鶏肉や鶏肉を使ったパイ皿で作る料理のことだって、うん、はい。なんで確かにパイ生地なんて日本料理にあまり見かけないですね。あんまり使わないでしょうね、うん、ちなみにパイ料理の発祥はエジプトだそうです。古代エジプトで、でローマ帝国の時に、まあ、エジプトもローマにね、うん、飲み込まれましたから、それがきっかけで、欧州に広がって、地域性も出てきます、うん、でアンダルシアのパスティラは小麦粉の薄い生地にオリーブオイルを塗りながら重ねて生活じゃない生地を包みます、うんうん、オランダやイギリス、ヨーロッパ北、うん、北方のヨーロッパで好まれたのはバター入りの厚手のパイ生地、うん、でパスティは厚手のパイ生地を使ってるそうです、うんうん、だからいろんなのが折り混ざってんだね。うん、水月さん、パイは薄いのが好き、厚いのが好き？パイ、うん、パイ生地。甘いやつでってことですか？わかんない。でも料理でもパイってあるよね。あるけど、あんまり食わんな。あれ、ほら、あの、ケンタッキーとかでほら、パイに包んでシチューとかあるじゃん。あれはパイだね。そうですな。はいはいはい。でもパイって食べないよね。アップルパイかパイのみぐらいだよね。あんまり好きじゃない。ああ、パサパサしてるから。あ、だってあったかい目に食べたりするじゃない。アップルパイとかでも。ミートパイとかね、あったかいね。あんまりアップルパイもまあ頼まないね、ケーキ屋さんでは。ああ、そう。あ、どっちがお好きなの？サクサクしてたらいい。サクサクしてたらいい。うん。サクサクしてないパイなんかないでしょ。でもさ あるじゃん、もうなんかしけってるようなパイとかさ。ど家で作ると難しくない？パイ生地から？パイ生地売ってるじゃん。あれでもなんか上手になんか、ね、うん、あれもほらマクドナルドとかに売ってるパイもあれパイ生地？なんか春巻きみたいな感じやな。ね、あれぐらいでいいけどな。えぐいよな油。うん、もう食べないよ、ね、おじさんは食べませんが。パイ生地作るとき、はい、レンガみたいなバターでやるもんなあれ。うん、でこの格子状のパイ生地はあのこの日本でのパスティに使われている格子状のパイはどっちかっていうとこのイギリスとかフランスとかオランダあたりのパイの食べ方かな、はいはいはい、まあ北の方由来なんで、うん、で格子状になってるんだけどこういう格子状にしているのもこの西ヨーロッパの食文化だそうです。よくあのねアップルパイの上みたいな感じですね、うん、こう網目状に細い生地が乗ってるんですね。そう網目状にする、うん、パイは西ヨーロッパで16世紀後半から18世紀半ばまでよく作られたそうです。うん、で結論、パスティは、うん、名前はスペイン。で、料理はオランダ由来。というような。最初にスペインから入ったのに、うん、まあ、改良が加えられて、後にそういう。まあ、長崎だからね。まあ、うん、まあ、関係ない。はい。次ね、カスドース。カスドース、はい、うん、これは安土桃山時代に
平戸に渡来した宣教師によって伝えられたもので、うん、カスドースのカスはカステラです。おう。ドースはポルトガル語で甘いを意味するそうです。おう。甘いカステラっていう意味ですね。うん、で、カステラを作る過程で四角く切り分け、うん、溶いた卵にくぐらせた後、熱した糖蜜の中で揚げるように浮かび上がらせ、さらにグラニュー糖をまぶしたお菓子だそうです。うん、甘そう。カスドースって売ってるよね、今でも。あ、そうですか。平戸、長崎かどっかのお土産で。あ、そうですか。甘いけどね。甘いよね。聞いてるだけで甘いよね。油と甘、砂糖の。だって、糖蜜で揚げて、さらにグラニュー糖をまぶすんでしょ。うん、死にますね。でこのカスドースの方がカステラより先に伝わったという説もあるぐらいです。でカスドースは現在のポルトガルにはありません。でポルトガルね、砂糖と卵黄をたっぷり使うお菓子っていうのは非常に多いんですが、カスドースはないそうです。でこのポルトガルのね、この砂糖と卵黄をたっぷり使うお菓子としてはマカオで有名なエッグタルト、あのちっちゃい、こんなポコッとしたやつね、ちっちゃいよねあれね、黄色いやつね、一口で食べちゃうやつね。うん、であとブラジルのカスタードプリンも、うん、ポルトガルが発祥だそうです。うん、うん、食べたことない。みなずきさん、しっぽく料理は食べたことある？しっぽく、まあなんかちょっとしたなんかね、宴会料理でしょ。まあまあそんな感じ、長崎でちょっと食べたことありますけどね。うん、どう？やっぱ和食ではない感じ？まあまあ和食っぽい、中華っぽい感じですかね。中華っぽい感じ。中華の要素を感じるけどな、結構。はい。あとね、この南蛮から伝わったものとして、食べ物として。うん、コンペイトーやアリヘイトー、アルヘイトー、うん、これらのお菓子は布教のために宣教師が、ああ大河ドラマでもやってましたな、釣って、ま、釣ったやつですね。あと卵を食べる鶏卵ですね。ほう、これはポルトガル人が日本に伝えたそうです。マジで、うん、へ、日常的に食べるかどうかなのかな。ほう、確かにあんまり昔の人が卵食べて、中世以前はあんまり卵って食べないんだ。肉は食べてたでしょうけどね。そう、鶏のための卵なんや。はい。でこの卵を使った食べ物として、こうポルトガルとかから伝わったのがカスドース、今紹介したね、カステラ、あとボーロ、ボーロ、卵ボーロ美味しいね。卵ボーロは赤ちゃんの食うやつでしょ。うん、美味しくないあれ。このボーロってなんかあれでしょ、そばボーロ、そばボーロ、あ、そばボーロも美味しい、ちょっともうちょっとごっついやつとか、あ、カリカリしてる方、カリッとしてるやつ、あ、うん、あ、そうですか、あれも好きですね。あとね、鶏卵そうめん、鶏卵そうめんってありますな。水砂糖、氷砂糖、ごめんなさい、氷砂糖を沸騰させて作った蜜の中に卵黄を細く流し、うん、そうめん状に固めたお菓子なんだ。うん、へえ。これもどっかで売ってますよ今でも。あ、そう、うん、あと肥料図、はい、これ漢字で書くと飛ぶ竜、ドラゴンの頭、うん、肥料図、うん、これガンモドキ、そうですね、うん、これはポルトガル語のフィリオスから来てるそうです。で、元は小麦粉と卵を混ぜて、あ、油で揚げたお菓子だったんだって。だからドーナツみたいなもんだね。揚げる、あの、サーダーアンダギーみたいな感じかしらね。元はね。うん。それが日本で進化してガンモドキに。飛竜図っていう？ガンモドキのこと。いや、言いません。あ、そうなんや。言う？言う。あ、そう。飛竜図、飛竜図って。ヒューズの間違い、ヒューズが飛んだじゃない。ヒリューズ、ああ、そう、いや、知らない。うん、ガンモドキ、ガンモ、ガンモ。グーグーガンモ。ね、グーグーガンモは違うでしょ。うん。って感じで。今も食べられる料理たくさんありますが、さあ、この、みなずきさん、
ポルトガル、スペインから伝わった料理、今日紹介した中で、はい、一番お好きな料理を。かしわ飯も好きやし、鶏南蛮も好き。チキン南蛮、チキン南蛮、やっぱり南蛮漬けかな。南蛮漬けとチキン南蛮やったら南蛮漬け食べる？ああ、でも酒のお供には南蛮漬けの方がよくない。ああ、まあそっか。チキン南蛮ってなんであんなに美味しいのかなと思う。はい、こうやって聞くとハイカロリーだよね。そうだよね。ねタルタルソースが揚げ物に甘辛いソースかけてタルタルソースって。ほんで、うん、油かけてるのかな。殺人的なんですよね。ほどほどにいたしましょう。はい。はい、こんな感じでですね、海外のね、海外から伝わった料理をね、ご紹介していく回をね、またいつかしてまいりたいと思います。はい、うん、はい、今日はね、ここまでです。終わり。はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細は各エピソードの説明をご覧ください。番組へのお便りは、E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスは、おもれき2013@gmail.com。Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。うん、ではまた、ポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。さようなら。